間になりました。それではニュース項目です。唐津市の入札や契約手続きの公平性などを外部委員が検証する唐津市建設工事等入札監視委員会の今年度2回目の会議が3月7日に市役所で開かれました。唐津市建設工事等入札監視委員会は公共工事をめぐる不正入札事件の反省から再発を防止するために設けられた外部委員によるチェック機関で、学識経験者や地元経済団体の役員、弁護士、税理士からなる委員5人で構成されています。会議では市の契約管理課から昨年市が行った入札と契約の状況について説明が行われました。市では昨年8月から12月までに建設工事競争入札や建設工事に伴う業務委託競争入札など355件の入札や契約を行っています。この日は外部委員が事前に選定した7項目について検証が行われました。委員からは工事費が高額な理由が知りたい、予定価格はどうやって決めているのかなどの質問が出され、それに対し市の担当課職員などが説明を行いました。市では今回の検証結果の概要もこれまで同様に市のホームページで公開することにしていて、公正な競争の確保と透明性を向上させるため、今後も年2回のペースで委員会を開くことにしています。水揚げされたばかりのウニやサザエ、新鮮な魚介類を買い求めることができる呼子朝市ふれあいフェスタが3月12日、呼子町の朝市通り周辺で行われ、観光客など多くの人でにぎわいました。呼子朝市通りにはイベント開始と同時に多くの人が詰めかけ、水揚げされたばかりの新鮮な魚介類や干物など気に入ったものを買い求めていました。この催しは朝市を通じて人と人とが触れ合うことの楽しさを感じてもらおうと、地元関係団体などで作る呼子朝市ふれあいフェスタ実行委員会が開いているものです。会場では呼子で水揚げされた魚のすり身の入った味噌汁とご飯が無料で提供されたほか、朝市で購入した魚介類を焼いて食べることができるバーベキューコーナーもあり、来場者は思い思いに呼子の味覚を味わっていました。このほか呼子町内で使用できる宿泊券や食事券など豪華商品が当たる抽選会も行われ、来場者は呼子ならではのイベントを楽しんでいました。今日はどちらからいらっしゃったんですか？愛知県です。お呼子の朝市は初めてですか？初めてです。こうどうですか、呼子の朝市は？すごい楽しい、食べるものもすごい美味しいし、すごい楽しいです。こう何かもう、こう美味しいものとか食べられました？ウニ飯を食べました、今そこで。で今からまたいろんなもの食べに行こうかなと思ってます。この日は遠方からも多くの観光客が訪れ、家族や友人と会話を弾ませながら日本三大朝市の一つと言われる呼子朝市を楽しんでいる様子でした。3月は卒業の季節、市内の幼稚園や保育園でも卒園式が行われています。16日は西城内の唐津幼稚園と旧良木町の旧良木幼稚園でそれぞれ卒園式が行われ、卒園児が慣れ親しんだ幼稚園を巣立ちました。唐津幼稚園では開園した大正6年1917年から数えて100回目の卒園式が行われました。式では鴨律子園長から卒園児一人一人に修了証書が手渡されました。今年度唐津幼稚園を卒園するのは男の子7人、女の子8人の合わせて15人です。卒園児は少し緊張した表情で修了証書を受け取ると、後ろで見守っていた保護者に証書を手渡しました。鴨園長は、
皆さんは伝統ある唐津幼稚園の100回目の卒園児です。小学校では早寝早起き朝ごはんを守って元気に小学校に通ってくださいと花向けの言葉を送りました。式の後半では在園児が歌や言葉で卒園児の晴れの門出を祝うと、卒園児は幼稚園での思い出を振り返る歌や保護者に対する感謝の言葉で答えました。式が終わると卒園児は保護者と一緒に退場し、思い出多い幼稚園を後にしました。また旧良木町の旧良木幼稚園では60回目の卒園式が行われ、卒園児が在園児や保護者の拍手に迎えられて元気よく入場しました。修了証書の授与では担任の先生が園児一人一人の名前を呼び、在園中に頑張ったことを紹介。子どもたちは田島典子園長の前に立ち、ありがとうございますと大きな声で修了証書を受け取っていました。旧良木幼稚園の平成28年度の卒園児は男の子5人、女の子7人の合わせて12人です。田島園長は、卒園おめでとうございます、これからいろいろなことがあると思いますが元気に小学校に通ってください、そして時々幼稚園に遊びに来てくださいと述べ、卒園児の門出を祝いました。来賓や在園児から祝福の言葉を受けた卒園児たちは、幼稚園での思い出を振り返りながらありがとうの気持ちを込めた歌と言葉を発表。大きな声でしっかりと感謝の気持ちを伝える卒園児たちの姿に、目頭を押さえる保護者や先生の姿が見られました。式が終わると卒園児は在園児と握手を交わし、祝福の拍手の中、元気に旧良木幼稚園を巣立っていきました。ニュースをお伝えしました。続いて来週放送する番組のご案内です。3月20日から3月26日までの特集番組は、2月21日に市民会館で開催された玄海原子力発電所に関する県民説明会の模様を放送します。放送開始時間は午後1時30分、午後8時30分です。3月20日から3月26日までの特集番組の再放送は、唐津学教室、地方の歴史を考える4、出土遺物から見る江戸の料理を放送します。講師は松露館の田島隆太館長です。放送開始時間は午前9時30分と深夜1時30分です。3月20日から3月26日までの各課からのお知らせは、図書館だよりを放送します。皆さんに読んでもらいたいおすすめの本の紹介とお知らせです。放送開始時間は午前6時30分、午前8時30分、午前11時30分、午後5時30分、午後6時30分です。チャンネル唐津ではできるだけ多くの人に見ていただけるよう各番組を再放送しています。放送時間は司法唐津や市のホームページでも確認できます。ぜひご覧ください。またインターネット動画共有サービス YouTube で1週間分の唐津市ニュースをまとめて翌週に配信しています。チャンネル唐津の放送を見逃した人はぜひご覧ください。視聴するときは唐津市公式チャンネルで検索してください。お問い合わせは市政広報課までお願いします。唐津市ニュースをお伝えしました。それではこれで失礼します。